はい、蟹座の皆さん、こんにちは、なつきです。前回から YouTube を始めさせていただいたんですが、温かいコメントや高評価、それからチャンネル登録の方もたくさんの方がしてくださって、とても感謝しております。ありがとうございます。これからもね、頑張って続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、蟹座さんの8月前半の運勢をですね、リーディングしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではカードが出揃いましたので、これから見ていきたいと思います。私は聖地と逆位置を読みますので、ひとまずシャッフルをノーカットで入れているんですけれども、リーディングから見たいという方はタイムスタンプをご用意してますので、そちらから飛んで好きなところからご覧ください。はい、では2024年8月前半の蟹座さんの運勢ですね、見ていきたいと思います。まず現状を見た後に、全体的な総合運、仕事運、恋愛人間関係の順番に掘り下げていこうと思います。では、蟹座さんの今の現状ですね。
いいですね。なんか結構今目指しているものとかそういったもののこう展望が結構開けているような時なのではないかなと思いますし、それまで結構コツコツ頑張ってきたんじゃないかなと思いますね。そのコツコツ積み上げる時期っていうのがようやくこうね、根を耕してそろそろちょっと本格始動というかまた新たな動きをしていこうかなっていうところなのではないでしょうかね。それに対してやっぱりすごくいろいろ今まで考えることも終わりだったとは思うんですけれども、意外ともう考えずにやりたいようにやってもいいんじゃないかなとか、まあ、たくさん試行して、うまくやってきてそれでこう根を耕すように時間をかけて積み上げてきたからこそもうそろそろそんなに考えなくてもいいかなっていうフェーズに入っていけそうな感じだと思うんですよね。きっとねこう地道にコツコツ、まあ、真面目でね母性がある温かい穏やかな星座さんなので、きっと堅実にやられてきたのではないかなと思いますし、まあ、そのね積み上げてきたことがようやくこう形になって、次の段階を目指してもいいのかもって思っているようなところなのかなと思います。いいですね。あんまりこう考えなくても良いかなっていうのもいいフェーズだかな、いいフェーズかなと個人的には思いますので、やっぱりねうまくいかせるために皆さんいろいろ考えたりとか考えた方がいいっていう方もたくさんいらっしゃるかとは思いますが、ね、そこを考えるっていうというそこを考えていくっていうよりかは多分今もう積み上げてきた経験みたいなのが終わりだと思うので、これからはね少しちょっと違った思考とか、まあ、肩の力を抜いて次をねスタートさせようかなっていうところかなと思います。いいですね。で8月前半見ていきたいと思います。なんか周りの方といろいろ豊かな時間が過ごせそうな感じがしますね。第1っていう方もいらっしゃるかと思いますが、いろんな方とのコミュニケーションも生まれそうです。ちょっと別パターンありそうですね。まあ、みんなで一緒にっていう方もいらっしゃれば、その中でもとりわけ仲のいいお友達とかと、意見交換をし合ったりとか、いっぱいねこう時間を交わし合ってすごく豊かな時が過ごせそうです。ちょっと遊びすぎに注意かなっていう感じもありますが、まあね今この時期だからっていう時もあるかと思いますので、まあ、体と心のバランスとか、あとお財布事情とか、いろんなバランスはね後々取れて後々また取り直していくっていうのもありかなと思うので、今は人との他者とのコミュニケーションの時期っていうのを大事にされるのも良いのかなと思います。すごく豊かな時間が過ごせそうですし、いいお話がね実りある豊かな身になるっていうんですか、身になるいいお話がこう遊んでいる中とかでもできそうですし、なんかね蟹座さんのまたこう交友関係っていうのが広がっていきそうな感じもしますね。ちょっと補足をいただきたいと思います。小さくやる気がね出てくるような時かなと思います。こう話している中でやっぱりまあいろんな刺激を受けて、まあね、今この段階で、次のステップというかまた新たな眺望を見ようとしているのかなっていうふうには感じるんですけれども、またそれにね火がつくような感じで、周りの皆様と濃い時間が過ごせそうだなっていう感じがしますね。生活リズムとあとはまあね心体調のバランスだけ気をつけていただければいいなと思うので、夏風邪とかひかないように気をつけてください。はい、
ではお仕事見ていきたいと思います。うーん、おい、なるほど。お仕事はね、ちょっともしかしたらしがらみみたいのがちょっと苦しくなる時かもしれないですね。何かこうやりだそうと思っても、こう新たなね縛りが出てきちゃったりとか、制限みたいなのに気づいたりとか、思うようにうまく進まないことももしかしたらあるかもしれないし、これだけ積み上げてきたのにまだちょっと足りなかったのかなって思ったりとか、そういうね、こうすごく大きなトラブルっていうよりかは足止めみたいのが、もしかしたら現れてくるかもしれませんが、まあ、そこはね、皆様とのコミュニケーション、周りの人とのコミュニケーションをちょっと大事にしていただいて、ちょっと助言をもらって回避できる方法がないか探ったりとか、多分今もうすでに次に進んでいける力はもう備わっていると思うので、自分のことを否定したりとか、まだまだやっぱりこう足りないからもっとこうやらなきゃっていう感じでは、なんかそっちの方に捉えないでいただきたくって、多分今の状態でも打開できる方法とかが見つかるはずなので、そのあたりはね、周りの方やご友人などにちょっと助けを求めて相談してみるといいかもしれないですね。ちょっと補足をいただきたいと思います。セブンオブカフェ、そうですね、もしかしたらこう次のことに向けて動いた時に、いろんな選択肢が意外と出てきちゃったっていう感じもあるんですよね。それを選ぶにあたって、やっぱり本来持っている自分の癖みたいのが発揮されてしまう感じ、ちょっとそれがあまり良くない方向で発揮されてしまいそうなので、やっぱりそこをね、ちょっと柔軟に頭を働かせて、そうですね、今の蟹座さん、今の力をいろいろつけた蟹座さんだからこそ選べる選択肢みたいのを取った方がいいような気がするんです。今までの方程式的な選び方ではなくって、選び方やり方ではなくって、今のこれもちゃんと知識があって、こういう経験もあって、こういうものも積み上げてきたからこそ選べるものっていうのを選んでいった方が、これからのね、蟹座さんにもっともっとエネルギーをくれるって言われてるんですよね。なので、まあその選択肢がいくつか出てきた時に、やっぱり周りの方に相談したりとか、今の自分を客観的に見てもらって意見を仰ぐっていうのをした方がいいのかなって思います。自分のことってね、やっぱり自分で思ってる自分と他者から見えてる自分のイメージとか、力量みたいなものって結構やっぱり差があったりするので、他者目線だからこそ言える意見っていうのもあると思うので、そちらもね、ちょっと自分自身を思う自分目線ではなくって、他者にね、ちょっと判断というか、その他者目線で の今できることっていうのを意見を仰ぐっていうのもいいと思います。はいですね、ちょっとなんか割とターニングポイントというか、重要なことがやってきそうな気もしますし、結構ね分かれ道のところなのかなとも思うので、まあ、もしもちろん慎重にそういったねところを考えていただきたいなと思いますが、まあ、そういう時こそ一人だけで悩まずに他者に意見を求めて、ちょっとね俯瞰した感じで自分のことを捉えてみるのも良いのかなと思います。はい、では恋愛人間関係見ていきたいと思います。
ですね。なんかちょっと吉報みたいのが来そうですね。片思い中の方、それから出会い求めてる方は、何かこう突然の出会いとか突然のお知らせ、お誘いみたいのありそうです。それもやっぱり今までの自分の傷がちょっと癒えていくような、楽しい良いお知らせが来そうですね。とてもそれで豊かになっていけそうですし、ちょっとね、思わぬ感じで、いい誘いが来るのではないかなと思いますし、いい出会いにね、つながるような感じがします。ご夫婦カップルの方は、そうですね、それも何かいい、やっぱり吉報みたいなカードが出ているので、例えば何かチケットを突然誰かからもらって2人で行けることになったりとか、お二人にとってで良いお知らせ、何かね、ふとしたプレゼントのようなものが、飛び込んでくるような気もしますし、それによって2人のね、心も、豊かになっていきそうですね。ちょっと補足をいただきますね。いいですね。スターのカードが出てきました。やっぱりそのお知らせみたいなものがとても良い、これずっと待ってたなっていうようなものが来てくれるような気がします。最初はもしかしたら気づきにくいかもしれないですけど、やがて、あ、こういうことだったのかっていうふうに、ちょっと点と点が線でつながるようなことが後々ご認識があるかもしれないですけれども、良いお知らせ、良い出会い、良いきっかけみたいなものが、皆様にそれぞれ届くんだと思うんですよね。それでやっぱり、過去に、傷ついた傷とか、嫌だなって思ったちょっとトラウマみたいなものが少しずつね、晴れていって、豊かになっていけるような感じがします。ご夫婦カップルの方も、お相手様いらっしゃらない方にもね、同等にこう良い出来事が起こって少し豊かになれるといいなと思うので、ね、そのカードが今ちょっと重なって出ておりますので、豊かな時間が過ごせるといいなと思います。ちょっとオラクルカードからももらいますね。ジャンプしました。しかもハピネスかわいい、いいですね。ハピネスとスターのカードが出てますからね、期待をしていいような、そんな感じもします。とにかくね、もしそんな出会いがあったりきっかけがあったら、思い切り楽しんでください。そのね、幸せみたいな瞬間をうんと感じることもね、やっぱり今後の運気を引き寄せることにもなりますので、はい、ぜひね、楽しい8月前半を過ごせることを願っております。はい、はい、では最後に、8月前半の蟹座さんに向けて、こちらのオラクルカードから1枚引いてみたいと思います。というカードが出てきました。初めて見ました。ニューヒーリングモダリティーズレインボーレイ、クリスタルドラゴンって書いてありますね。いいですね。ちょっと解説書を見てみたいと思います。そうですね、このドラゴンが、自然の中へ皆さんは誘ってくれて、いろんなね、声とか新しい感覚とか、そういうのに気づかせてくれるって書いてあるんですよね。英語なんですけど。なのでやっぱり
そうですね、自然の中とかに少し身を置く時間っていうのもいいかもしれないです。こういうちょっとね、精霊というか今現在にはいないような動物とかそういうものをちょっと感じるっていうかね、そういう見えないものの力をちょっと感じに行くっていうことにつながるのかなと思いますので、ぜひね、自然の中とかにあるサウンドやカラー、その感覚、静かなところで感じる感覚みたいなものをたくさん受け取ることで、またね、感性も豊かになって、やっぱり自然の中とかね、感じやすいので、ぜひそんな時間もね、もし取れる方は大事にしてあげると良いのかなと思います。はい、では8月前半の蟹座さんのリーディング、これで終わりたいと思います。また次回もね、楽しみにしていただけたら嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。